次はって内枠性別なんてさ必要じゃないんだし誰も思って今日寒くない？そう思った思った寒いなってでもね今日は久しぶりにココアと寝たんですけどそうそのおかげでパッて起きたはっていい目覚まし犬目覚ましになりましたよウつかないで今行こう何だっていやじゃいこう朝ペロで応募してくれた違うなんかねあの圧で起きた圧感じたのココアからの圧を感じたのご飯をくださいってお腹が空きましたっていう圧起きたら目があったの怖くない？だからもうめっちゃ多分こうやってずっと見られてたんだと思う私寝てる時起きろ起きろってお腹すいたなって絶対本当に後で起きたの何時頃起きたのだって5時57分ぐらいだったかなあのねアラーム6時にアラーム鳴らしてるんだけど6時ちょい前に起きたのそう起こされちゃうここにだからもうすぐスーッとこうやってだって朝起きて目はーって起きたらもうすぐ目が合ったのいやこれはさすがに圧で起きたなーと思って圧かけられてたわココアにと思ってねかわいいでもやっぱり起きた時幸せだよねだって起きて一発目で愛犬と目が合うんですよもうその瞬間もうパッて目が覚めてそういい寝起きでした今日はなんか昨日寝たのがちょっと遅めだったからかなそれ5時間睡眠5時間ぐらいが一番起きる目が覚めるのかな私どうなんだろうだからそういうのもあるよね多分本当に可愛かった明日も目覚ましお願いしようでも明日はねさすがに5時半とかから配信始めるからココアは起こしてくれるのかな。これから大阪出て帰郷するよ。帰郷。え、大阪滞在時間3時間だって。そんなことあるんですか。え、じゃあ美味しいものとか食べれてないの？また多分圧あるよだって圧かけてくれるかなココアちゃん
なんか今日前髪綺麗なんだけど、朝から昨日は前髪切ってないのに。おはようございます。車の中だから星が投げにくい。それはそうだ、確かに自動で投げる機能あればいいのにね。無理か、そんな。すごい。でも車ずっと6時間運転してるってことは、それもそれですごい。ドラゴンジェット可愛い10個ありがとうございます。今日目めっちゃパッチリじゃない？そう、朝起きてからさ、眠いなーってなんなかった。まだなってない。でも多分この配信終わったら眠いなーってなりそうだけど、でもメイクをしちゃえばいいんです。私は今日の作戦はですね、この配信終わってしたらメイクを始めて、ゆっくりメイクして10時10分からまた30分配信して、でその後に前髪を切って、でカウントワークやってって、いろいろね。あ、でもネイルする時間も入れたい。でまあいつかのタイミング、カウントワーク終わってからネイルしようかな。じゃあネイルして、で時間になったら撮影に行って、でもメイクはしてるので撮影は巻くだろうという。撮影は巻いて余裕を持って料理配信の準備ができるという計画ですね。果たしてどうなるかって感じなんですけど、おはようございます。してほしいな、お疲れ様だって、ありがとう。私ネイル映ると思うけど、そんな派手じゃない、普通にピンク、この前塗ってたやつ、ずっとこれを塗るので、すごい固まってるかと思った、一瞬固まるはずないよね。分離した、これです、これを塗ろうと思って、ピンク、これを塗るかこれを塗るか迷ってる。まあ2個しかないんだけど、両方塗るかなってます。でもまあなんかダメ自身だから、さりげなくピンクにしようかなっていう気持ちで。なんかさ、分離してんのかな、これ。そう、頭の中では完璧。まつげ伸びた、伸びたよ。何回やってもね、まつげ分かんないと思う。ほら、長いでしょ。だってこうやってやるとさ、怖くない？だからこうし、こうするしかない。でも分かん、見せれない。見せ方が分からない。まつげの。うん。ISZ271 さん、かわいい10個ありがとうございます。てか逃げてくさ、ここは君のステージだから、好きにするかさ。
そう好きだしてたね聞いて忘れなきゃいい愛しいよ君がビーセルフィッシュいい歌詞だよ本当に本当にいい歌詞だなねえ寒いんだけどこのパジャマだとモコモコモコ着ろっていう話だよねあとで上からジェラピケ着るで疲れたようにしてみるまだ終わってないんかい頑張ってねあとちょっとかな吐いた最初できないけど今日も頑張ってくださいありがとうございますあ飛行機あれ飛行機の音だってなんだよかったございます。カウントを始めてる人がいるさ。2週終わったのかな。ありがとう。あはって。あはって何？おはようございます。シンさんファイトしようかありがとうございますこれさここが折り目なのにいつも違うとこになるお仕事、いってらっしゃい頑張ってねできない大丈夫です幸せありがとうございますステボシ成功した方はそろそろ3週目のお時間になってくるはずなのでぜひお願いします最終完了早いね捨て星の時間50分前とかにやってるうん朝から可愛いありがとう嬉しい嬉しい5時間だありがとう2週と3週目集め行ってきますっていってらっしゃいありがとう最近ヒートテック、着てますよ。今は着てない。外に出るときは着てます。大体は。私、基本的には寒がりなので。でも夜はまあ、布団かけて寝るし、そう、いいかなって思って、ヒートテック着てないんだけど。シナタンの朝配信あるといつもの2倍速で全部できる。なんで？すごいね。同時進行が得意なんですか？じゃあ。私は多分配信に気を取られてさ、手が止まっちゃうタイプなんでね。今日も京都って花粉症だなだいぶ花粉症朝は目覚めいい方だと思います
まあ何もない日は何もない日はもう寝たいだけ寝ちゃうんですけどもう何なんか予定がある日はパッて起きれる。あ、なるほどね。配信に間に合うように、同時進行じゃなくてね、配信に間に合うように。なるほど。しょうちゃんタコ10個ありがとうございます。でこの口さ、タコの口するとここに口内あるんだけど痛い昨日からちょっと思ってたけど今初めて言った。痛い。てか口内ってなんでこんなに治んないの？何日間共に暮らさなきゃいけないの？共に過ごさなきゃいけないんですか、口内炎とここにある。おはようございます。目玉焼きには醤油かな。私目玉焼きをそもそも食べないんですよ、うん、まあ、なんか目玉焼きは食べたいって思ったことはないけど、なんかおばあちゃんちとか行って出されたら食べるぐらいですね。だからそういう時は出された調味料で食べますね。特にこだわりはない。今更気づいたんだけど、セナタの声って癒されるだっていや眠くなるの間違いじゃなくてなんか私の声眠くなるってよく言われるんだよね夜とか特にね、眠くなるって配信してると。15時間とありがとうございます。そう、口内噛んだんですよ、ちょっと前に。3日前、何日前だっけ。うん、痛いのよ。眠くなるからちょうどに違うのよ。途中で寝ちゃうんだって。みんなはね、みんなではないけど、途中で寝ちゃったっていう人いるからね。待って、寒すぎてさ、この配信終わったら布団に潜りそうで怖いんだけど、私の計画がうん、でもまあメイクは全部はしていかないからさ、やっぱり髪の毛をやってもらう時間に仕上げて全部っていうあれだから、まあそれを考えると、難しいもんだ。催眠術やん、ひどい。すごいね、でも私じゃひどいとか言ってすぐに「すごくね」ってなる前向きかよって。でもみんなそう、インスタのストーリーで、そう、募集してたじゃないですか。あれ見たから元気になったよ。ウザの衣装マジで可愛い。だってあの衣装私似合うのかなーっていう気持ちですね。ウエストマークありますか、あれってすぐそこ気にする。ウエストマーク、まあ楽しみにしててください。生地震かな、あれ出るの。
やっと仕事終わった、お疲れ様。魔法使いの次は催眠術師。魔法使いって何？秘密だよ私魔法使い。もうダメだ、頭がそっちしかいかない。え、私魔法使いだった。どんな衣装だっけ、なんか、うん、どんな衣装だっけ。制服、シャツ出しの制服みたいな感じじゃない、ちょっと着崩してる感じの。むずいね、説明がむずいわ。イメージ的にはそんな感じな気がする。おはようございます。今日はココアの日なので、理由は知らない。11月7日だって。ココアって、どういうことなんだろう、ちょっと分かんなかった。私ちょっと待って、本当にマジで寒いんだけど。寒くてお腹痛くなってきた。寒くて、おはようございます。なんかさ、すいませんね、いきなり眉毛ってこんなにさ垂れてたっけ。私あーリトー寒くなるからココアはうまいって言って、あったかお茶の方が好きかな。ココアは甘くて。飛行機のドア閉まるだって。2週分ありがとう、ありがとう。立冬読めた、読めた。やめた。眠くなってきたかな。うん、よくわかったね。眠くなり始めた。あと昨日顔のマッサージしたからさ、だから眉頭が上がったんだ。こうやってやったの、こうやって目の下、こうやってだから眉毛が上がったんだ。そんなことある？まあいいか。読み方を送るとしたら読めたよ。謎は全て解けた。おはようございます。今週も頑張る、頑張ろうね、一緒に頑張ろうね。イライラと、
スって怪しかった。うん、まあね、読めたから。寝坊した2週どうぞ。ありがとうございます。ギリギリ降る、ありがとう。朝から皆さんありがとうございます。ね。ドラキュ入りたい。来てください。ドラキュ練習しなきゃ。ギリ3周いけた。ありがとう。あなたのおかげで目が覚めた。二度寝しそう。え、同じく同じく二度寝しそう。でも多分、え、寝たら顔ってむくみますか？なんかね、多分昨日マッサージしたからなんかさ、ここら辺のね、マッサージしたの。ここら辺の、いや、もういつもはここしかやんないんだけど、ここら辺をやってみたの昨日の夜、なんとなくしたらなんか目がね、いつもより開いてる気がするの。気のせいかもしれないけど。長く寝るとむくの、うん、確かにそれはさ、何もない日むくん、むくんでるもんな。何もない日、休みの日。まあでも寝はしないです。寝っ転がりはするしそう。あの、布団に潜りたい。今、寒いから。5分だけっつって、30分ぐらい潜ってたりして。じゃあランキング読みます。13位、エモリンゴさん。12位、タシさん。11位、ムビャクワさん。8位、グリーンリバーさん。7位、10位だ、9位、ブタバラパラダイスさん。8位、マシューさん。7位、エリオールさん。6位、アカーナのソルティさん。5位、ヒロキくんさん。4位、アヤス Z271 さん。3位、ドラゴン Z、2位、シンさん。1位、翔ちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございました。撮影楽しんできてね。ありがとう。では皆さん、朝から一枠目、ありがとうございました。次は10時10分から30分間です。また2時間半後ぐらいにお会いしましょう。また後でね。